いかがでした？うん、そうそうそう、あの練習を重ねるってことは皆さんが自由になるってことなんです。そこを勘違いされた。皆さん本番で弾けられるように、そして今日のようにいい表情でワンチームになるようになるためにルールをちゃんと守って、そしてみんなで一つになろうということで練習したんですけどね。でもね、そしてわがままのことは何も言ってません。あそこに書いた、ベートーベンが書いたことが実現できるってことだけしか望んでない。それ以上のことは何も言ってない、何も足してない、そして何も引いてないってことだと思います。それから、この合唱付きと言われているシンフォニーは民衆のエネルギーが必要なので、その民衆のパワーは皆さん今日ありました。そして本当に素敵でした、表情も良かったし、ただ民衆が歌うには難しい、これが皆さんにとって大変なハードルだったということは、100も承知です。ただ皆さんが、お客さんを呼び、そして私と急遽と、しかもゲネプロ本番ね、これなかなかないです。ソリストの皆さん多分驚いてらっしゃるけど、僕はびっくりしてますけど、前の日にプロベがあって、それで、会場練習、ゲネラルプロベがあって本番なんですけど、ゲネラルプロベだってね、時間に限りがあるし、びっくりしました。僕今日宮崎空港に福岡からプロペラで飛んできたのにドーンでもこれが役に立ったんです。マテキのバンバンバーンって時に休憩さんがなぜかドーンって終わったので、それはプロペラですお願いしたらナイスランディングでした。お尻がブルブル震えるようなプロペラも役に立ちました話はそれましたけど、皆さんがワンチームになって、そして自由になった感じもまた良かったんですけど、ともするとやっぱり個人的に気持ちよくなってはみ出す、でその部分がいいんだけど、そのなんでしょうね、お客さんに見せるときにワンチームから あそこ外れた、あそこなんか僕の手から自由っていうよりはそれを超えてどっか飛んでちゃったっていう気持ちの良くなり方、ここが難しいんです。音楽ものすごく気持ちが気が入ってこなきゃダメなんですけど、同時に冷静さとのバランスなんです。それはもう我々音楽家いつもそうです。ですから皆さんの今日ご一緒して本当に良かったんですが、次にもしご一緒するときはその気持ちよくなるのが8割だけど2割とかクールなところがあると、よりクオリティです。さっき深澤主幹がおっしゃったようにクオリティを追求するならばそこなんです。でも民衆が歌う大工としては最高です。次にもし、来年以降もねずっと続いていくことを私も祈ってますが、その時にとにかくベートーベンに書いたことを、限りなく実現することと、皆さんがどんなオーケストラであってもどんな指揮者であっても当たり前のことを横縦前後ろのアンサンブルの中で自分の立ち位置を置くこと、先ほどのことをもう少し詳しく説明すると、盲目的に僕の指揮と一対一になって、ああ僕の口で歌わないとブレーキがかからないと歌ってましたけど、もう僕の歌う前も歌ってるでしょ、ね、どんどん気持ちが前に行って僕の口を追い越したっていうことが伝わらないけど、もう追い越してますけどって言っても伝わらないっていう、その没入の仕方、そこにその一瞬危ないっていうことを感じたんです。没入していいんですけど追い越してますよ、ああしまったっていう冷静さが皆さんにあったらさらにいいクオリティを目指せると、ごめんなさいね、おめでたい席で加減を一つ言うならばその冷静さが必要。それはアンサンブルもそうだしオーケストラもいつもそうです。そのバランスはどうかな、自分がその中でいい立ち位置にいるかなっていうのを見失って、私はこうっていう個人プレーに走るとワンチームからちょっと外れるんです。でもいざっていう時にはやっぱり それぞれの皆さんの個人の力はあります。変え難いものですし、それなくてはそのエネルギーは成り立たないんですが、
その自分と全体の中でどういうそのせめぎ合いですか、バランスを取るかっていうことが、まあね、30年以上指揮しててもそこも難しい。それはオーケストラと同じです。皆さんこれだけ明るく、そして厳しいかつ温かい練習の中でそんなね、初めての米岡で大工ご一緒して、そして頼もしいじゃないですか、時代を担う、ね、お子さんから、そろそろ、という、ね、年齢を重ねた方まで皆さんが民衆としてご一緒するって、みんな年取るわけですからね。あなたたちもおじいちゃんおばあちゃんになるのよというわけでした。またご一緒できれば。